ます。おはようございます。まあ、体操競技ですからね、ジムナスティックスですから、まあ、体をものすごく鍛えて、まあ、体のポテンシャルをね、競技はすごく求められるんで、まあ、学生時代、体操競技をやってました。まあ、それはもう体をうまくこうコントロールするっていう意味ではすごくこう興味があったんで、最初は武術をね、訓練して自分のライフスタイルにしようと思いました。まあ、最初のその武道とか武術のイメージですけど、まあ、武道は日本の伝統的なね、いろんな流派があって、いろんな文化の中で発展しましたね。だけど武術っていうのはその昔の人のまあ知恵もあって、まあ古い体の使い方を含めた技術がね、すごく深い技術が昔からこう伝わってくる。今の現時点ではちょっとね、今の世の中ではなかなかそういう武術の深いところっていうのは残すことは難しいんでね、それにまあ、中国武術もね、やっぱり歴史もありますし、そういう深い、ベーシックもありますから、まあ、たまたま中国武術のそのベースとなる訓練を自分で収めながらね、勉強していこうと思いまして、いろいろ試合をしたり、そういう結果を自分で受け入れるっていう経験がかなり必要なんで、若い時にできるのはやっぱりそういう挑戦したいと思いますよね。徒手格闘ですね。徒手格闘はまあ、日本の自衛隊の中でやってる、そういう、まあ、徒手格闘、まあ、殴る、突きも蹴りも投げも何でもありというね、そういう、自衛隊の中での発展した格闘術ですね。その収めてるコーチにちょっと短期間習いまして、まあ、その古武術の先生は結局どっかの道場で師範代とかね、そういう先生をやってたわけじゃなくして、まあ、個人的にちょっと知り合いまして、ものすごくこう古流の深い技術を収めてますんで、で私はいろいろな大切なことをね、何をしっかり訓練鍛錬しなくちゃいけないかって自分で考えてたところに、たまたまそういう原理原則を持ってる先生と出会ったんで、教えていただけますかっていう形で短期間指導していただきました。いやいや、関わったのは1年ぐらいですね。まあ全然その人はプロではないですし、一般の普通の仕事をしている方でしたんで、まあレベルっていうか、その人に私が習った一番の理由はですね、一般的なその武道とはちょっと違う、ものすごくこう発想がね、自由で、でなおかつこれはこうとかそういう決まったことではなくして、本当に原理を教えていただいて、やっぱそこにはやっぱりね、人間である以上構造とかそういう緻密なこともあったんで、最初は私もそれをベースにしようとしてその人に習ったわけです。まだその20代の半ばはアウン会を作るとは全然考えてなかったですね。あくまでも自分のその経験や訓練鍛錬、またそういう、まあ、理論も含めて自分でどうやって体を鍛えていくか、またいろんな流派とかを抜きにして
この人間という意味でのこの体を使いこなすにはどうしたらいいかっていうのをね、一人で研究した時期でしたね。そうですね、まあ、アウン会という名前で武術を作ったのは、まあ、もともともう一言で言えば、まあ、私自身がこういう自分の体を使って今まで習ってきた知識や知恵や技術を、それをこう人体実験、自分でそれを消化してさらに上をまたさらに深く、練習しながら、その武術の中でのねコアを作り上げるっていう、そういう発想からでしたね。アウン会のアウンっていうのは、まあ、もともとこのサンスクリット語から来てる言葉でね、まあ、さまざまなこの自然の現象のね始まりとか終わりっていう意味で、まあ、中国でいうと陰縁みたいな、そういった対極的な意味も、まあ、含んでるでしょうし、ものすごくこう何でもそうでしょうけど、人々っていうのはね何かを学んで、それを学びはもう終わりがないわけですから、ずっと学び続けるっていう、そういう意味でアウンっていう言葉を使いました。まあ一般的な武道のいろんな流派ももちろんね素晴らしい流派が日本にはたくさん残ってて、それが世界中いろいろ広まったんですけど、まあ私はその昔教えていただいた古流の人がね、結局人間のやることだからもっと深く考えろといろいろ習ったもんで、やっぱり、武道道っていうのと武術術っていうね、個人がものすごく研究して、そういう技術を体の中に入れていくっていう意味で武術っていう名前にしました。礼式ですか。まあそんなになんか深いこうね、この流派はこうしなくちゃいけないっていう決まりきったルールはないんですけど、やっぱり自分が武術をこうもし練習するプロセスでね、最低限度の、意識や生き方、また哲学もやっぱりそれは自分なりにね、しっかり勉強しながら進んでってほしいですよね。フィロソフィーというか、結局自分がいろんなものを学ぶ過程でいっぱい学んだからこれでいいとか、いっぱい知ったからこれでいいじゃなくて、やっぱりそれを使いこなすためにね、どうしてもどん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 頭も体もシンプルにしていかなくてはいけない、そういう頭も体もスペースを作るためで、付け足すプラスではなく、もっと削ぎ落として自分自身をどん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 こうシンプル化する、自由にする、そういうのがアウン会の、まあ、哲学ですね。まあ、アウン会ではいろんなバックグラウンドのね、キャリアの持った人たちが来ますんで、まず一つは自分がやってきたことのどういう形で、それを成長深くさせるかっていうことをアウン会で集中的に、最初学んで、それから何が必要か、そしてまた何が無駄かっていうのをよく理解しながら一歩一歩こう階段を上るような形で深く追求しながら訓練していきますね。特徴としては、目標、そうですね、目標というか個人のビジョンもありますけど、私自身は一つのところにとどまるんではなくね、常に変化を受け入れて、またアウン会に習いに来てる人たちもいろんな意味で社会に生きてれば、また自然界の摂理と同じように変化を受け入れながら、できるだけニュートラルになれるように、そういったのがやっぱり目標ですね。そういったいい楽しい関係がアウン会で作れればいいと思います。いや、もともとそのもうアウン会のその一番のね
あの根幹にあるのは、もともとスポーツがいろんなスポーツがあって体を鍛えるとか、いろいろトレーニングがありますよね。まあそれももちろんあるんですけど、体の中を作るっていうのはやっぱり時間がかかるわけです。で、体の中の鍛錬っていうのはいろんなものの経験からやっぱりその自分自身または相手と接した時、そういったものをねクリアに認識しなくちゃいけないので、アウン会では外側の訓練より中側で、体がコントロールできるようなそういう訓練をやっぱり一番重要にしてますね。そうですね。まああのこう決まりきったことをこうただやるより、まああのその練習のプロセスでいろんなアイデアが出たら、生徒たちにはそれをいろんなところで試せと、試してみてね。でそれができるできない、結果が強い弱いじゃなくて、やっぱりそこによってアイデアや知恵が出るんで、やっぱそういうのをどん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 積み重ねて、革新的なところにどん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 自分で、行ってもらうようにね指導しています。まあ奥伝とか秘伝とか日本語にはいろいろあるんですけど、まあ私はまあ多くのそういう武道の中では奥伝は一番後に来るもんだって思ってる方も多々まだいるでしょうけど、でももう奥伝も秘伝も実は最初なんですよね。でも最初ですけど体も頭も全然変わってないわけで、それができるようになるには相当やっぱりね修練をしなくてはいけない。そういう意味では奥伝も一番近いところにあるから気づかないって、そんな感じだと思います。そうですね。まあ私は包み隠さず教えてますよね。なぜかというと、やっぱり人っていうのはいろいろなステップはあるんですけど、最初からやっぱり本当に学んでいかなくちゃなんない、自分で研究していかなかった、していかなくちゃなんないところにアプローチしなかったら、やっぱりそれはなかなか難しいでしょう。知らなかったら多分全然できないでしょうし、まあその辺は私はオープンにしてますけど、もちろんもちろん今も私は歩んでるんですか。もちろんそのね言ってる内容は同じなんですけど、その国々によってね文化、まあカルチャーですね、それが違うと若干受け取り方が違いますから、その解釈っていうか概念はその国に合ったやり方も、時折変えて教えてますね。ここはねもう本当にいろいろたまに質問を受けるんですけど、まあ一般的には型があって、その型を反復練習したり形を覚えるっていうのは必要ですよね。もちろんその正しい形や、正しい使い方を覚えるっていうのは何でも一緒だと思うんですけど、ただ今回の場合は最終的に、自分の体をね本当に自由自在に使うっていうことが目的ですから、それを差し引いて人間であるこの足が2本手が2本であるね、これをいかにうまく使えるか、別に武術だけじゃなくて多分何でもそうだと思いますよね。何のスポーツだろうが何の芸術ごとでも多分同じだと思います。いや、もともとその剣術を収めた先生でしたから、その剣の理合とか、体使いもその剣術の要は体さばきとかそういうのは私も研究してます。でなんで棒をな使ったかっつったら、やっぱり体を鍛錬しながら体の動きを学ぶにはその棒が一番いろんな知恵がありますんで、型としての棒ではなく体を作るその鍛錬としての棒使いですね。それが
すごくアウン会では重要となって、それをみんな生徒たちに教えてるわけですけど、ああはいはいはい、そうですね、ある程度例えば物事をこう習いますよね。で、例えばある生徒だったらもうアウン会で最初15年ぐらい習ってます。で、もちろんその習うことはステージによってまだまだ先がありますけど、ある一定のところに理解したら人に教えて人に伝えるっていうことは、その人の自分の勉強にもなりますよね。だから私は古い生徒にはどんどんこう自分の技術を高める意味で教えていきなさいって常に言ってますけど、やっぱ必要ですね。始めた時はそのファウンダーだからとかいうより、やっぱり自分の研究が一番最初だったんでね。でそこからこういろんな生徒たちが来て、みんなバックグラウンドが違うのが生徒が来て、そこからやっぱり今現時点はそうですね、その今までのみんなのやってるその考え方やね、癖もあったりして、なかなかそこをクリアにするのはファウンダーとしてはすごくこう難しいですよね。どっちかって言ったら形があって、その形だけやってるとか、そういうルールみたいのがね、システムがあれば分かりやすいでしょうけど、結構頭を使いますからね、アウン会の練習は。何を求めてるんだろうね。何も求めてないですねそれ、いや生徒たちが私にいろんなものを求めてる方が多いんで、私からするとそうですね、アウン会をやることによって、ある生徒は考え方もそのちょっと生き方もライフスタイルが変わったと、ね、ヨーロッパの生徒が言ってくれたりすると、それは嬉しいことですよね。トレーニングっていうか、もう一言で言ったら武術っていうのは生活なんですよね。だからどっかトレーニングに行きましたとか、ジムワークをしましたとかというより、もう普通の、考え方やその生き方や、普段からもう常にその武術としてのマインドで、体も心も生活してる、そういう意識がないと、とてもこの今生きてる中でね、その武術っていう昔の人の知恵をこういうふうに自分で体現することっていうのがね、なかなか難しいんで、私は武術イコールライフですね。セラビですかね、セラビまあ一人でももちろんね、別にアウン会だけじゃなくて、みんなオリンピックのトップ選手アスリートだってね、学校で練習するわけでもないでしょ。やっぱり自分で日々、トレーニングしてると思うんですよね。だから別にアウン会イコール一人の鍛錬っていうのはなくって、自分が仲間たちクラスとか、そういう練習の、サークルクラス等でね、みんなと練習することと、一人の練習することで、一人で気づくことをみんなと練習して、それが使えるか使えないか、そういったフィードバックも大切ですよね。人間である以上、その、ね、別に武道とかスポーツとかやってなくても、そのシンプルですよね、立つ座る歩くって。でみんなそこはそれが武術と何が関係あるんですかって、いう人がいるかもしれないけど、本来日常非日常的なね、そういった
動きっていうのは日常の生活の中で変えていかなくちゃいけないんで、だからまあシンプルイズディープですよね。まあまあまあ、私の別になんかビジョンっていうか、私はこう強くなりたいとか全然思ってるわけじゃないんでね、あくまでもアウン会のファウンダーとして、まあ武術を、武術っていうまあカテゴリーの中でも自分の修行にもなりますし、あと皆さんに生徒たちにこうやって教えることによって自分の人生の幅も広がる、またそこで生徒たちも幅が広がる、そういうことがすごくこうコミュニケーションですよ。だから、うん、究極のコミュニケーション。ねえ、もうフランスに教えに来て10年ね経ちましたね。すごく長いようで短いようでね、次はもうあのフランスじゃなくて、宇宙にでも行きましょうかね。一番大切なものね、まあ、よく、まあ、よく大切な、一番大切なものは何ですかとか言うけど、どうなんでしょうねそれはね。それは人それぞれの個人の感じ方だからね、私は一番大切なのはやっぱり今こう自分がアウン会をやってこうやって知り合った生徒や仲間たちだと思いますね。関わった人たちだと思います。うん、やっぱりこれがなかったらこんだけね、アメリカやヨーロッパやオセアニアやいろんな国でいろんな人と関われなかったわけですから、うん、これが私の財産でもありますよね。うん、どうだろうね。Welcome to アウン会ね。Every country, all country 。そんな感じですよね、うん。ありがとうございました。Merci beaucoup。